アメリカンインターナショナルグループ AIG 損害保険 AIG 損害保険株式会社は AIG 参加の日本の保険会社である AIG ジャパンホールディングス株式会社の完全子会社日本における関連企業にはアメリカンホーム保険 JI 障害火災保険などがある保険業界で初めて全事業について事業継続に関する国際企画 ISO 22301を取得している。アクティブケアアクティブケアは日本における AIG グループの固有かつ統一の事業戦略コンセプト。アクティブケアは次の3つの要素で構成されている。1、シンプルでわかりやすい。2、リスク情報を事前に。3、AIG ならではの先進性。また、一歩先の心遣いと解釈されることがある。 AIG 高校生外交官渡米プログラム、いじめ防止標語コンテスト防災、減災と環境保全に対する取り組みとして、公益財団法人陳述の森のプロジェクトの活動に、共産、地域社会への貢献と音楽を通じて、子どもたちの未来を育むことを目的として、佐渡豊とスーパーキッズオーケストラを応援、明るい地域社会作りを目的として、 全日本マスターズ陸上競技選手権大会を応援認定 NPO 法人世界の子供にワクチンを日本委員会の活動に協力しお客様への感謝の気持ちをワクチンに変えて世界の子供たちに送っている2005年9月27日損保16社による保険金の大量不払いがあったことが判明同社においても1941件 1>, 1億2075万円の不当不払い事案が確認された。そして同年11月25日、追加で判明した10社と合わせて26社となったが、同社はそのうちの1社として金融庁から業務改善命令の行政処分を受けた。さらにその後の2006年11月1日、損保業界で第3分野保険での不当な不払いがあったことが発表され、 同社もこれに漏れず不当な不払いを行っていた。翌日11月2日の同社の発表によると、件数にして107件、金額にして1910万円分が、第三分野保険の不当不払い事案に該当していたとのことであった。そして2007年3月14日、この事態を重く見た、金融庁により、同社は業務改善命令の行政処分を再び受けることになった。 保険金不払い以外では2006年12月10日に24広報の建築物に対する火災保険料を取り過ぎていた問題が発覚している。ありがとうございます。